I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one-month trial. ニュースや世間の気になる話題を様々な角度から読み解いていきます。さて、えー、今日はですね、ガタナガさんが買ってよかったと思うものを紹介する、こんなものを買ったというコーナー、2> <laughs> 第2回目ということになりますが。はい、またいろいろ、ね、うん、お,買お買い物をされたんでしょう。買ったんでしょうか。ガタナガさん、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。はい。 ええー、まあ、不定期で <laughs>、いつあるか分かんないそうなんですけれども。<laughs> はい。ええー、ただ、ごめんなさい。その前に一つだけ、うん、あの、先週お話しした、あの、老老介護殺人事件はいはですね。はい。あの、裁判員裁判による判決公判が今週火曜日、えー、横浜地裁小田原支部でありましたよね。40年間介護してきた79歳の妻を車椅子ごと海に突き落として殺した82歳の夫に言い渡されたのは、懲役3年の実刑。は、うん、あ。 弁護側が求めた執行猶予は認められませんでした。はい、はい。あの、周囲は施設への入所を進めて、えー、息子さんはその手続きまでやっていたのに、最後まで自分が介護するんだっていうことにこだわって、えー、性を全うしたい、生きたいと思っていた奥さんに嘘を言って、えー、漁港に連れ出して、岸壁から車椅子ごと突き落とした事件ですね。はい。裁判長は、献身的に介護してきた点は考慮されるべきだが、 動機は身勝手で犯行の方法も悪質だと、うん、周囲のサポートを拒んでいて典型的な介護疲れの事案と同一視することはできない、うん、などと判決理由を述べました、うんはい。一方でですね、裁判員や傍聴した人からはですね、うんまあ、罪は罪なんですけれども、うんいや、自分たちも考えさせられましたという声が聞かれました。あこう毎日新聞がこう報じています。うんはい えー、判決後の記者会見で被告と同じ80代の男性の裁判員は、老老介護が今後ますます増える中で支援体制がまだまだ弱いように感じたと。うん、であの被害者と同じ70代女性の裁判員も、うんえー、40年の介護の末になぜこうなってしまったのかについて今も考えていると話したと,と。はい また、あの、お母さんを7年間介護した経験があるという方が判決傍聴してたんですけれども、66歳の女性ですえ。介護は40年もできることじゃないと。経験上1ヶ月でも投げ出したくなる。うん、今回の事件は、えー、個人が犯した犯罪にとどめず、社会全体で介護制度を見直す危険にしてほしいと話していたと記事にはあります。うんうんうん でこれはまあ以前少しお話しましたけど、私もですね、母が亡くなるまでの1ヶ月足らずでしたけれども、妻と自宅で寝たきりの母を介護しました、はいで。たった1ヶ月足らずだったんですが、情けないことにもうほぼ限界でした。うん、あの夜中でもね、母が私を呼ぶ声で目が覚めてしまってですね、うん、眠れなかったんですね。うんはい、あの妻が協力してくれて交代で起きてもそうでした。うん あの救われたのはですね、訪問看護の看護師さんとか介護,介護士さんに言われたですね、起きなくていいですと、寝てください。絶対に無理しないでくださいっていう言葉だったんです。起きないっていうのは辛いかもしれませんけれども、うん、そうしないと2人が倒れますよと何度も繰り返し言われました。うんうんうん だから今、この殺人事件を振り返って思うのは、ですねどうしても施設に入れるのが嫌だったら、奥さんが寝たきりになってからは、せめてこうした専門家の支援を受けてほしかった、ということです訪問のヒントにもよるんですけれども、民間の介護施設に入れるより費用はかかりません、うん、私の場合で言うと、それまでいた施設費用の半分ぐらいでした、うん、それで最後は家で認めましたけれども、あの訪問スタッフの方々がいなかったら、とても無理だった。 と今も感謝しています。はい。またあの先週もお話し,しましたけれども、介護する人の支援も制度化しないと悲劇は繰り返されるでしょうね。ううあの埼玉とか長崎とか自治体の条例が先行してますけれども、はい、もう国が考えるべき課題だと思います。そうですよね。あのはい。 介護する人を週に1日でもゆっくり休んでもらうために、ですね、不足している足りない介護施設のショートステイを増やしたり、ですね、うん、介護保険の適用外になっているあのお泊りデイサービスを保険の適用対象にするとかですね、ぜひ考えてもらえればと思います。すね、あの裁判員の方が自ら言われたように、事件はこれで終わりじゃなくて、改めて老老介護問題を考えるきっかけにすべきだと、ずっと私も考えています。はいうん 自分や妻がいつまで健康でいられるかわからないという意味では、ですねこれ本当、ひと事じゃないわが事だったっていうふうに思うからなそれはもう皆さんそうなんじゃないですかね。いや本当、うん、確かにそうですよね。ということで、ここまででごめんなさい。改めてこんなものを買ったあです。もう毎年言ってる気もしますけれども、今年の夏は、まあ、でも特に暑いですよね。暑い,、ね、<laughs> いですよね。うん、はい あの、今週月曜、東京練馬にある我が家の前で気温を測ったら40度超えててですね。<laughs> は,<ー>はい。もう笑いましたね。<laughs> 練馬は僕も昔住んでましたけど、な冬は寒いしね。夏は暑い。んですよね。はい,はい。はい、そうなんですね。うん、でもこうなるともう食欲もなくてですね。えー、で、それがまた体力奪うっていう悪循環になりますけれども。はい,はい。あの、ご飯島の私はですね。はい。 あの美味しいお米さえあれば、あとは、まあ、卵かけご飯でもですね、うん、納豆でも、うんあの、刺身ご飯でも、うんまあ、とにかくかっこめるんで、うんあの、冷蔵庫にいつも入れてます、はいはい、でそこで活躍してくれているのが、ですね炊飯用の土鍋と<う>、えー、その土鍋と同じ土で作られた陶器製のおィスです。土鍋だけって難しいと思われるかもしれないんですけれども、うん、使ってらっしゃる方は分かる。 と思うんですけど簡単ですぐ炊けてしかも美味しいので私も炊飯ジャーは手放しました私も炊飯ジャー使ってませんそうなんですか土鍋というか土鍋ではないんですけれどもねなんかそういうふうに炊飯用のお鍋っていろいろそれガスにガス代にかけてガスの火でそうなんですよね簡単に炊けますよねですねガスのご飯美味しいですよ で、炊飯土鍋はですね、あの種類も増えて、デパートでも通販でもまあいろんなものがありますから、うん、あの気に入られたものを選ばれたらいいと思うんですけれども、私が使ってるのは、ハリオの蓋がガラスのご飯釜お揃いかも、お揃<ー> <laughs> いかも、はいあ、でも土鍋タイプっていうのがあるんですか土鍋タイプなんです、ね、土鍋で、下が土鍋で上、蓋がガラスのご飯釜っていうのがあって。 でこれ、同じシリーズで、うんうん、あの、その、ご飯釜の、おと同じですね、あの、バンコ焼きっていう焼き物のお筆もあるんですね。私、今使ってるやつの前に2年ぐらい使って、 たのがですね、うん、なんか米の粒立ちが今一つで、はあはあ、鍋底にこびりつくようになったんで、買い替えて、うん、もうすぐ、もう今のになって4年になるんですけども、えーえ、まだまだ全然現役でして、でその名の通りり、あの蓋がガラスなので、ご飯が炊ける様子が見えて、うん、沸騰して、ピーッという音がし始めたら、1分で 1>、うんえー、タイマーかけて、1分後に火を消して、はい、15分蒸らすだけという。 であの3合炊きなんですが、夫婦2人なんで、2合炊いて、うん、炊きたてを食べたら、うん、残りはです、ね、このおひつに移して、うんで、冷めたら冷蔵庫に入れといて、うん、でこのおひつがです、ね、そのまま電子レンジにかけられるので便利ですし、風味が落ちずに。 あの、温めると炊きたてみたいで、はい、で私はもうジャーで保温した米に戻れなくなってます。なるほどね。<laughs> それはもうジャーはもうダメだね。んそんな美味しいもの食べちゃうと。<え>いやいや、カピカピっていうのがちょっとね。<ー>でうん、うん いや、まあ、いいのはいいのかもしれないんですけども、うん、あの、じゃあもうもう高いの10万とかするじゃないですか。しますよね。はい。で、今のあの、私が買ったやつだと、お,おひつとお釜と両方で1万円ちょっとでしたから、はいはい、あえち式の水産ジャーの数,数分の1。な,なのでおと、お値段的にもどっかあると思います。ちなみに私の夏の好物メニューはガパオライスでして。はいはい。<laughs> はい。<laughs> お はい、鶏のひき肉は、にんにくとと辛子と玉ねぎと炒めて、最後にパプリカとバジルをたっぷり加えて、オイスターソースとナンプラーと砂糖と塩、コショウで味付けした具と目玉焼きをご飯に乗せれば出来上がりです。私、これならですね、暑くて食欲のない日でも食が進みますし、 途中まで、ひき肉をにんにくと唐辛子と玉ねぎと炒めるところまでは、ですねいつも多めに作ります。<う>でここで半分ぐらいあのタッパーに移して、ですね<う>食べない部分を冷凍しておくと、ですね、うん、次は途中からスタートできるんで、時間になりますよね。<laughs> はい、なるほど、はいえー。簡単なんですね。うん、でレシピはこれ、ガッパオライス、ネットでいろいろ出てきますから、まああの今日金曜日ですけれども、えー、土日のお昼にいかがかと、はい。あとですね、おひつに残ったご飯 あのこれ簡単、えー、に温めることもできるんですが、はい、あのー、ちょっと温めてですねあの市販の寿司酢と混ぜると、ですね、うん、あのすぐに手巻き寿司できちゃうんですね。はい、だから私は夏のお昼は、ですね海苔の代わりにあのレタスを使って、うん、あのカニカマとかサーモンとわさびマヨネーズをこう巻いて食べるのです、本当、ね、うんはい、もう週末のお昼はもうこういうのが一番かな で最後にもう一つ商品紹介しますが、はいあの、いや、もうご飯もあんまり食べる気がしないという方にはですね、あのミキサーが活躍するのも夏ですよね。はい。とにかく好きな野菜や果物と蜂蜜とか牛乳とかを加えてガーッと混ぜて飲んでおけば、まあ、とりあえず、<laughs> あの、はい、カロリーもビタミンもなりますから。<ー>はい。うんうん、で、我が家で活躍しているのはですね、その超協力版といいますかですね、普通の家庭用の数倍の力で、 ほんとろロとろになるまで砕いてくれるあの、バイタミックスというアメリカ製のミキサーです、ねうんはい、この仕上がりの滑らかさはちょっと驚くほどで、うん、であと、ですね熱いものをそのまま入れられるので、スープ作りも簡単なんですね、例えば皮ごとレンジで温めたかぼちゃと<お>豆乳、<お>それからコンソメの素と塩コショウをこ,この中にぶっこんで、がーってやるだけで、ですと、ね、ろロとろのかぼちゃスープができますし。 あの同様にあの冷蔵庫の残り野菜をとにかく煮て、でですね、はい、でこの中入れて、攪拌してまあ味付けすると、ですね大抵何でもスープになるんで、あの残り野菜処理にはぴったしですあったかいのも得意なんですけど、かき氷もこれ、すぐできちゃうんで、えー、はい、えー、便利ですね。 で欠点はですね、うん、弱点と言いますか、うん、値段も家庭用の数倍するのもですね <laughs> あとですね、うるさいんですよ、音が大きい<ー>、はい、で実はあの私は高い方はメルカリで買ったので、はい <laughs> まあ、克服したんですが、<ー> <laughs> 音の大きさはどうしようもなくてですね。 えー、それでも、この滑らかさを試してみたいと思う方は、ですね取扱い店、いろいろありますんで、探してみていただいて、実演販売もやったりしてるみたいですので、えー、まあそこで見てもらうということも可能かと思います。ということで、えー、梅雨が明けて、ですね、まあ、暑さ、まだこれから、これからですよね。そうですね ですけれども、しっかり、とにかくしっかり食べてよく寝るっていうのが、健康の基本といいますかですね、そうやって元気にこの夏を乗り切っていきたいと思いますし、最初の話じゃないですけど、特に在宅で介護をされていらっしゃる方はですね、本当どうか無理をせずにですね、施設とか人の手を借りてですね、ご自身の体もいたっていただきたいと思います。以上、第2回目のこんなものを買ったでございました。はい ということで、はい、元さんで毎日編集長方長洲一郎さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました、はい、どうもありがとうございました裏には裏がある表ばかり見ていると羨ましいし恨めしいなら見てみよう裏側を聞いてください裏話努力はき 裏,切らない裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して RKB ラジオで毎週日曜朝10時から放送、ポッドキャストでも同時配信しています。